クリスマスが今年もやってくんるん楽しかったんできごったんにんとちゃんティントンパンペポン歌詞ちゃんと覚えたよいや,いやそ<う><詞>去年も適当だったからねこのクリスマスシーズンそれ歌ってたけどいや歌詞より歌い方をさ指摘してくれあれカラオケで歌ってたんだっけそれ去年そうだよそうだそれでさ付き合ったんじゃんその帰りにね ね、その帰りに付き合ったんだよえ一1年1年経つびっくりだねだらーっと付き合い始めてあの付き合い始めからもう1年経ってんだマジでさあのロマンチックさのかけらもないただお互い恋人がいない寂しいでさもう付き合い始めたじゃんいや本当そのいわゆるクリぼっち回避みたいなぼっち回避ね マジで全然かっこいいと思ってなかったからねただただ男って失礼失礼も <laughs> うん、まあ恋愛対象になりうる,るでいや俺も本当そうよ、うん、もう嫌じゃないから付き合うみたいなの寂しいが勝っちゃったから付き合っただけだからね、うん、最初最初とかもう大丈夫かなこれ付き合ってるって言っていいの 確かにこう恋愛の感じが全くないですよ最初から、ま、付き合ったらこう徐々に好きになっていくかなとか思ってたんだけどなんか別に嫉妬とかもしんないしなんかムカつくことがないからずっとこうだらーっと一緒にいられるんだけど、うん、感情が揺さぶられないのよね。 いやそれ本当に俺もそうで、うん、普通恋人ってさもっと気使うじゃんあ気使うなんか怒らせたりしないようにとかなんかそういうこと全然考えてなくてめっちゃ話し出すもんね私いや出すし、うん、俺もなんかさすげえヘとかこいちゃうしさ、うん、いやこんな気使わないのって大丈夫なな恋人であありりええいいよねだってめっちゃ素だもんいやあまりにも素すぎてこれ大丈夫なんかな あれあれ結構好きかもダララ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 チャ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 チいチャチャチャ

いやあの、入れ替わってるみたいな感じだったから君の名はみたいになってたけど、うん、入れ替わってそうだったからこうなっちゃったけどいや待ってでもそういうこといや正直さほんとに全然タイプじゃないし今もタイプじゃないんだよ私、うん、あなにわ男子の大西君みたいな人が好きだからさそうなんだうんこの江戸っ子男性の長谷川はちょっとさ <laughs> 江戸っ子男性の長谷川さんですよね はい江戸っ子男性の長谷やでや、うん、で確かに本当にそにタイプじゃないっていうことを言える人ってかなり貴重だよね、うん、いやちょっと盲点だったなんか今まで私あのすっごい好きな人と付き合ったこととかもあるんだよ、うん、もうずっと何年も片思いしててやっと結ばれてでっていうのがあったのにそれとかは。 2ヶ月ぐらいで別れたんんだよねなでかっていうとさやっぱあのめちゃくちゃ分かるいや俺もあのあんのよそのバラ100本渡したことがあってえー、やってやってよそのいやだからそれで、うん、もうそのバラ100本渡したことで俺満足しちゃってあそこでああそこで気持ちがもうクライマックス迎えて、うん 俺も、あれ34か月で結局別れちゃったんだよ分かんないけど本当の愛ってこれなんじゃないこれうんこれ恋と愛の違いって言うけどさこれなんじゃないへこけることがうん鼻に出せることがねえそうなんかないや、分かんないけどだってずっと一緒にいられるでしょこのまま 何十年も多分確かにえ結婚ってそういう感じなのかなうん私も結婚とかあんまり今まで付き合ってた人と意識したことなかったんだけど最近思うよあこの感じかなって結婚生活でも確かにさずっと機嫌伺いながら一緒にいるのなんて無理だもんね無理ななんんかか怒ってんなとか 今日ちょっと外出とこうみたいなさんそんなんやりながら生きていくのきついもんね貴重なんだ、ね、てかこの付き合い方って悪じゃないんだねそれがびっくり確かに俺良くないことだとちょっと思ってたけど、うん、いやあのー、あるんだね遅れてアスティカもパターン <laughs> マジで自覚なかったう、ね、本当にタイプじゃないか申し訳ないけど <laughs> それ何にも見た目はな,いなか何回言うんだよそれ